ヤッホーヤッホー、こんばんは。触覚どうしたらいいんだよ、これ。もうわからない。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんにちは、こんにちは、こんにちは。触覚長くなっちゃった、もう伸びてきちゃった。もうちょっと切りたい。質問、質問ってどこに来るの、これ。これいいの？見える？これ。好きな食べ物、お寿司。そう、毎日23時台にミクチャで配信してるので、よかったら来てください。うん、え、クロートラさんだっけ。こんばんは。さっきホットドッグ食べた。いい椅子座ってますね。アマゾンで買った。こんばんは、こんばんは。花畑タイム。これなんて曲？今のやつ？オールグッド。アストロの曲。ハロー、ハロー。こんばんは。グッドモーニング、イブニングだった。すいません。こんばんは。そう、よかったらミキちゃん来てください。23時に配信してるので、今日は多分夜中もやるよ、2時ぐらい。ルクセンブルク、ルクセンブルクや。アストロ、うん、こんばんは、こんばんは。起きてるね、みんな。こんばんは。Where you live in Luxembourg? 自己紹介。6月5日で19歳になります。木口梨沙です。趣味はライブ配信することです。好きな食べ物はお寿司と、あ、でも最近は焼肉の方が好きです。ほら、ありがとうございます。好きなスポーツはバドミントンと卓球かな。こんばんは、こんばんは。あとなんだろう、マイスピ好き。趣味かな。わかんない。誕生日もうすぐ。そうなんですよ、あと3日。
ルクセンブルクはルクセンブルクっていう国だよ、オランダじゃなくて。留学ってより親の転勤でこっちにいます。雨でやばいってね、見た。フォローありがとうございます。邪馬台国、なんか卑弥呼のなんか見つかったってニュース見た、この間。お墓卑弥呼っぽい。福岡、誕生日おめでとう。まずだけどね。ゆきちゃんでカウントダウンするから、よかったら来てね。ふみこ見つかった？え、だと思われる墓みたいな。完全には多分断定されてないはず。ヤンキー。わかんない。ヤンキー、怖い、怖そうな人がいる。ヤンキーでは、ヤンキーってなんだろう。バイクブンブンしてる人とかだ。いないじゃない、いんのかな、わかんない。カウントダウン2回やる、需要があれば。日本時間のカウントダウンは絶対やる、ミクチャで。ニュース配信全然やってない。やろうかな、毎日ニュースは見てんだけどね、なんかなかなかまとめる時間がなくて。リサちゃんの13日ご誕生日、あ、そうなんですか。18日、おはよう。おはようなの、おはよう。ルクセンブルクってどんな国、確か GDP が世界一なんかない、裕福な国なんだよね、ルクセンブルク。治安いいよ。あとはあれがなんだっけ、交通費がただ神奈川県と同じぐらい、土地の面積。不良、わかんない。いないって言ったらあれだけど、いるかもしんないけど、あまり見かけない。ユーロ圏、ユーロ圏。うん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 。この間までうちの会社にもルクセンブルクに拠点あったけど、びっくりするほど街が綺麗。そうね、街は綺麗。だってゴミ箱いっぱいある。日本全然ゴミ箱ないなって思う。なんかそんなにゴミ箱なくてもいいでしょってぐらいゴミ箱ある。交通費ただ、そう、バス乗っても電車乗ってもトラム乗っても無料、ルクセンブルク内だったら。ルクセンブルクから出ると、出たところからお金がかかる。はい、だだだだだ。人件費世界一なんかな、わかんない。2000円ぐらいだと思う、私の年齢で。2000円、20ユーロだったから3000円ぐらいか。8月に日本帰ってきたら最初に何したい。最初に、最初に家帰りたい。なんだろう、最初にいとこに会いたい。最初とかない、やりたいこといっぱい。なんだろう、髪染めたい、髪染めたいってか染め直したい。あと髪切りたい。あと美味しいもん食べたい。ご飯美味しい、うん、まあまあまあ、日本食の方が美味しい。飽きちゃうんだよね。みさちゃんの160日はめっちゃ後。
交通費ただ、そう、治安いいよ。行ってみたい、ぜひ。エネレックスさん、そう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 。おはようじゃない、こんばんはだよ。欲しいものは何ですか？インスタのフォロワーさん。インスタのフォロワーさん伸ばしたいです。ぜひ、お友達にフォローしてって言ってほしい。ぜひ。消費税とか高い。どうなんだろう。なんか、お店とかでお買い物するときさ、もう込みの値段なの。価格が。だからあんま分かってない。ルセンブルクはグルメ。かんない。グルメなんか、バイトしてない。日本人はいる。いるけど、同い年くらいの日本人は本当にない。コンビニない。高速道路無料。あ、そうなんですね。あ、確かにそうなのかもしれない。一番美味しい料理。ピザかフムス。フムスめっちゃ好きなんだよね。フムスっていうやつがあるんだけど。なんか、美味しいの。美味しいの。とりあえず。ひよこ豆潰したみたいなやつ。美味しいよ。日本に帰るとき、飛行機の機内食で出るフムス。東京リベンジャーズ見なかったな、結局。一話だけ見た。でもヤンキードラマあんま好きじゃないんだよな。そう、ツイッターもね、インスタと同じ名前なので、よかったらフォローしてください。また来ます。おやすみなさい。おやすみなさい。ドイツ語もルクセンブルク語もフランス語も公用語。フランス語、ルクセンブルク語喋ってる人の多いと思う。ドイツ語いるけど、わかんない。あんまり見かけない。フランス語よりは。お。ハーフですか？違います。自販機なさそう。自販機ない。遊ぶところのある。カラオケない。ゲーセンない。ビリヤードない。ビリヤードあるのかもしれないけど知らない。どこにあるのか。これこそ自分らしい聞き方。ラーメン屋なんかそれっぽいのはあるけど、なんかこれおいしい、このラーメン屋さんおいしいとかはない。あんまり。パリはあるけど、ヨーロッパってなんであんな豆好きなのわかんない。消費税 17% だって。ありがとう、教えてくれて。19% なんだ、ドイツ。なるほど、なるほど。全部高かった。ルクセンブルク物価高すぎなんだよな。藤風好きなんだよ、最近。めっちゃ聞く。スポーティファイでなんか、あなたは、なんか全ユーザーなんかなんだっけ、今月なんか 0.5% 上位 0.5% のなんかリスナーですみたいな。なの。聞きすぎ。なんかハマったらめっちゃ聞いちゃうんだよね。ひよこ潰して食べるじゃない、ひよこ豆です。スラムダンクの映画見なかった。好きな男性のタイプ。心が広い人。自立してる人。ヨーロッパ旅行もしますか？この間ベルギー行ったよ。ブリュッセル。ライブ配信見てるから寝れない、寝ないよ。前も話したけど、ルクセンブルク人のフランス語はドイツ語なまりがあるから苦手。そうなんですか？もうわかんない。そうなの？ドイツ語なまりとかあるんだ。
バリ島行ったことあるよ。寂しくなる時あるよね。別にあったけど、なんか友達がいないとか、今は全然思わないですね。ガチャガチャない多分全然あるよさすがに何だと思ってんの。ナンパない。あ、男の人はない。この間さ、女の人にさ、なんかアメイジングみたいなこと言われたの声かけられてめっちゃ嬉しかった。めっちゃ綺麗な白人のお姉さんになんか綺麗だねって言われたの。ありがとうございますルクセンブルクの何が一番好きですか。治安いいところ。こんにちは、こんにちは。皿に乗ってる料理は小さく、小さいのに値段高くてここに集めないと思いましたえ、小さくないよ、全然十分、なんなら多いぐらい。この間ベルギー行った時さ、なんか普通にメインディッシュと頼んでないのに、なんかなんていうの、フランスパン4切れくらいと、なんか山盛りのポテトみたいな、フライドポテトみたいなの来て待って今度食べれないんだけどってなった。ベルギーは多かった、ご飯あんなに食べれない。こんばんは、こんばんは。グラタン全然、なんていうの、豆すりつぶしたみたいな感じ、イメージペースト状みたいな感じベルギーも料理美味しい、美味しかった。チョコレート食べたよ。ベルギーにさ、チョコレートミュージアムがあったの、めっちゃ楽しかった。チョコレートミュージアム、日本語のあれもあったよ、翻訳。なんかこっちに来てさ、なんか全部さ、フランス語だったりドイツ語だったりルクセンブルク語だったりさ、あの翻訳きつかったもん、意味わかんないの日本語の翻訳あるのめっちゃ感動しちゃった。ボンジュージュマペルリサどうも私の代わりに翻訳、翻訳自己紹介。 I love you, thank you。 ニーハオ、ニーハオ、めっちゃなんかあれだななんか多国籍、日本車走ってる。うん、全然あんま見ない。ベンツとか見ちゃう。ドイツのソーセージ食べたことありますか。ルクセンブルクにあるソーセージってドイツのなんじゃないかな、わかんない。なんか気にして食べたことない、あんまり。これドイツのだと思いながらあると思う、ある、全然ある、あるけど違いえって言われたらわかんない違いはわからないですね。兄弟、弟がいます。ゴディバ本店行きましたよ。めっちゃちっちゃかった、ゴディバ本店。イタリアまだ行ってない、行きたいな。血液型多分 B 型、測ったことない。ルクセンブルクどうもう3回か4回くらい言ってる。治安いいよ。あとはなんだ、裕福な人が多い。通貨はユーロです。言語はフランス語、ドイツ語、ルクセンブルク語です。 Facebook は私のじゃないんだけど、 Facebook は私アカウントないよ。インスタと Twitter しかないよ。日本でアイドル、アイドルはやらない。治安いい、うん。寝る前の目と耳と心の栄養はすごい。と心の栄養はすごい。やるな。電波悪め。ミクシー、ミクチャのことかな。ありがとうございます。毎日23時台に配信してますので、よかったら来てください。B 型え、全然しっかりしてないよ。すみません。アイドルやらない理由。そういうキャラじゃないから。
そういうキャラじゃないから、できないから。こんにちは、こんにちは。ナイスとミーチュー、ナイスとミーチュー。こんにちは、こんにちは。天気はいい、ルクセンブルクいいよ、天気。天気いいよ。こんにちはって、こんにちは。違いの分かる女。ないよ。You have a boyfriend? No. I don't have. イタリアのチンクエテレはいいところ。そうなの？行ったことないな。ペット飼ってますか？飼ってないです。確かに。10万人いたらね、いろいろいるよね。いろんな人が。僕はドイツ駐在前にドイツ語の You are beautiful を覚えていたのに一度も口に出さず帰国しました。そんなそんな言えばよかったのに、言えばよかったのに。Bonjour, bonjourヨーロッパ、イタリアとフランスしか行ったことない。ベルギー行ってみたい。ぜひ。ベルギー綺麗、おごる。フランスの南仏にはソッカっていうひよこ豆のクレープみたいなのがある。あ、そうなんだ。サービス精神旺盛だったね、ベルギー。なんかめっちゃなんか人がやる気に満ち溢れてて、いい人多かった、ベルギー。なんかパリとかさ、本当になんか仕事する気あるみたいな人がいるっていうか結構多いの。なんかルクセンブルクもそうだけど、もう早く退社したいみたいな、なんかもう丸見えみたいな、とりあえず言われたことやればいいんでしょみたいな、ダミーみたいな感じの人が多いの。だからトルコもちょっとそんな感じだった。お店行った時になんか読んでも来ないみたいな、絶対豆あったじゃんみたいな人も、なんか店員さんなのに読んでも来なかったりするの。わかる？なんかお店入ってずっといるのに案内されないみたいな。本当にさ、やる気あるみたいな人多い。でもベルギーは本当になんかサービス精神旺盛って感じだった。人気のスポーツサッカーとかじゃない？フランクフルト行ってきました。フランクフルトって何があるの？楽しかったですか？水筒よ。アイドルが全然難しい。高校めっちゃ可愛い。ありがとうございます。買われたいです。どういうこと？買わないです。どういうことですか？買われたい。楽しいですね。初めて見たかも。芸能人会ったことありますか？見たことはあります。会ったことはないけど。疲れた時に遊びに行くバー。お酒飲まないから行かないよ。ボンサーボンサー。可愛い犬飼ってそう。私は犬あんま好きじゃない。なんかさ、噛まれたの犬に、もうそっから怖くなっちゃって、なんかいい犬ワンワンってきたらちょっと怖いかも。リードつけてあったら全然いいけど、ターンもいられないだからちょっと怖いじゃん、噛まれそうなの。ひよこのクレープまだ言ってるわ。サッカーの観戦してない。ヨーロッパサッカー全然わかんない。あ、なんだっけ、ワールドカップやってる時は見てたけど、プライド高いだけで人柄悪い。確かにね。
ちょっとまあ分かんないかもないです。ルクセンブルクね。ルクセンブルク。ヨーロッパはそんなイメージある。わかるわ。一番美味しかった多分。今まで。大阪さん出ないです。コロマール行ったよ。リクビル行ってない。ナト本部行ってないです。ベルギーはブリュッセル行きました、この間。クロアチアか。行きたいね、いつか。この曲めっちゃ好き。旅路。何のフィルター、わかんない名前。ルクセンブルクにアイドルわかんないですね。部活してますから知らないです。野良犬じゃない、飼ってる犬。あの近くにお散歩に来てた犬に噛まれた。何歳で結婚したい。自分のやりたいことが納得いくまで終わったら、終わってなくてもなんかなんだろう、一旦区切りがついたらっていうか、そこまではなんかもう彼氏も普通にいらないかな。藤井風、うん。父さんの仕事の都合、そう。南フランスが一番好き。なるほど。こんばんは、こんばんは、バイトしてないです。音楽どうやって流してますか？ iPad で流してます。今やりたいこと、とりあえず SNS 伸ばすこと。あとは毎日、ミキチャで配信してるので、ミキチャいつまでやるか、わからないけど、なんか、なんて言うんだろう、リスナーさんとの距離がすごくすごく近いアプリなので、よかったら来てください、皆さん。今はミクチャ頑張ることと、SNS 頑張ることかな。とりあえず。出かけるときは一人。家族と出かけるときの方が多いかも。ピアノ弾いてください。ピアノないよ。深夜配信だよね、もう。ワインエキスパート目指して勉強中。そのためにフランスのワインほぼ毎日飲んでる。ワインエキスパートってなんすか。将来の夢、タレントになることです。ゴジャットくんって呼んでね。はい。カラオケ行ったりする。日本にはカラオケあるけど、ルクセンブルクカラオケないから、ルクセンブルクでは行かないよ。こんばんは、こんばんは。漫画全然読んでない。来月のさ、4日ぐらいからさ、呪術廻戦第2期始まるよね。っていうので見直してる、呪術廻戦。どんな性格？ ENFP だよ、私。たたらたたたたたん、どういう系のタレント？バラエティ番組出たりとか。好きな料理何ですか？自分が作るもので。好きな料理、卵料理。ほがなら、に好きな料理何ですか？あ、ハンバーグ好き。ボドだ。 ENFP、 ENFP 性格ってやったら出てくると思う。ということで終わろうかな、そろそろ。そう、2期ね、始まるよね。ミクチャで配信しようかな。ということで、みんな来てくれてありがとう。またね。
カード事務所入るよ、もうちょっとしたら。おやすみ、おやすみ。まだ起きてる人はめっちゃ来てください、よかったら。ありがとう、はい。おつです、ありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとうございます。おやすみなさい、バイバイ。